明治安田生命 J1 リーグ第30節 FC 東京戦の予想フォーメーションはこちら。じゃん。ゴールキーパーに西川選手、ディフェンスライン右から酒井選手、ショルツ選手、牧野選手、牧本選手、中盤に平野選手、柴戸選手、右サイドハーフに関根選手、左サイドハーフに大久保選手、トップ下に小泉選手、トップに江坂選手、こちらのフォーメーションで予想しています。今回の予想スコアは江坂選手、関根選手の2対0で勝利すると思います。そして皆さんの予想スコア、予想フォーメーションもコメント欄でお待ちしてます。FC 東京は長友選手の電撃復帰があり、今まで以上に苦しむ展開となりそうです。それでは基本フォーメーションから見ていきましょう。 FC 東京の基本フォーメーションは 4-2-3-1 とレッツと同じようなフォーメーションです。なのでこの試合は未来ゲームが予想されます。マッチアップする選手に負けないことが一番の鍵となってきそうです。FC 東京といえば蹴り味が鋭いカウンターが魅力のチームです。この表を見ていただければ分かる通り、ロングカウンターやショートカウンターがとても多いのが分かります。特に前線のアダイウトン選手、レアンドロ選手、ディエゴ・オリベイラ選手、このブラジル人トリオをスピードに乗らせたらとても危険です。またセンターバックからディフェンスの背後を狙ったロングボールも多用してきます。最終ラインはチャレンジャーのカバーを意識して、裏へのボールの対応にも注意していきたいですね。続いてプレッシングです。 FC 東京は前からプレッシャーをかけてくると予想しています。ディエゴ・オリベイラ選手がプレスのスイッチ役として、外側のコースを切りながらプレスをかけ始めます。それと同時にレアンドロ選手、アダイウトン選手がプレスをかけ、右サイドに追い込ませていく印象です。そして苦し紛れのパスを中盤で切り取り、一気にショートカウンターで仕掛けてきます。レッツは平野選手が降りてきてダウン3を形成して、サイドバックが内側に絞ることで回避していけるといいですね。続いてブロックの守備です。FC 東京は 4-4-2 のブロックを形成していきます。特徴としてセンターバックの片方がマンツーマンでつき、片方がフリーマンとしてカバーに入る役割分担がされています。レッツとしてはマークを引きつけた裏を狙うことができれば得点を奪うことができると思います。この試合の注目選手は江坂選手です。夏に移籍してきた選手の一人ですが、移籍してきてからは攻撃の軸として大車輪の活躍です。足元の技術の高さは皆さんご存知の通りですが、フィジカルも強く、ヘディングも競り勝つことができます。マンツーマンでついてくる FC 東京のセンターバックにも競り勝ち、チャンスを演出してくれるでしょう。浦和レッズ対 FC 東京は9月25日土曜日3時キックオフです。FC 東京の固いブロックを崩し、勝利をつかみ取りましょう。今日の動画はこれでおしまいです。いや、レッツ！ We are